はい、そういうわけで本日はドラマートーク、うん、楽しかったですね。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。では皆さん、告知をそれぞれしていただければと思います。では安本さんどうぞ。はい、ケラはですね9月の11日に、16周年を迎えまして、それを記念しての、アニバーサリーライブという形で渋谷のツタヤオイーストにて9月の11日反抗期という名のワンマンライブでございます。よろしくお願いします。では S さんどうぞ。はい、そうですね、近場で言いますとですね、9月の17日かに、ZEP 東京でですね、結成10周年のバンドが集まった、イベントライブがありますのでね、そこをぜひ見に来ていただいて、その後10月31日からに、ハロウィンライブがありまして、そこからダダダダダーとね、ツアーもありますんで、お近くの方は見に来てくれたらと思います。よろしくお願いします。はい、ハイジは、今月自分キリのバースデーライブが青山リズムというところでございます。で来月はメンバーの誕生日ライブに初めてのハロウィンライブ、そして11月には、今日一緒にお話をした S さんミックススピーカーズインクとのツーマンもありますので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。そんなわけで今日はありがとうございました。ありがとうございました。